時は来た。暴れ、決着をつけようぞ。剣心、ありぬくの真を決するわ。今私にまつわる行け。真田隊長、そんな大声出しながら進んだらバレちゃうって。これは群衆を追い立てる武田の策です。こちらはひとまず陣を取り進めましょう。侵略すること火のごとく。皆の者、進軍せい。承知いたしました。おい、まるでうちらが弱いみたいじゃないか。死んだか。私への憎しみはどうした。武田軍最強が随分と舐められたものよ。水面の月を崩さぬように進む。ははー、おれ、雨の車輪番よ。主の名に恥じぬよう、振るうことこそ我らが務め。明日は我が身、自陣もしっかり守らないとな。この戦、勝敗にかかわらず、我らに信念は変わらぬ。豊臣のため、我らの命をお使いくださいませ、三成様。ありぬ、見えましたぞ。あちらこそ敵の泣きどころ。あれ、雨の車輪番よ。素晴らしい。せめて緩めます。怖くてたまらねえけど逃げてえと思わねえ。風林火山のすべてを戦に注ぎ込んでやるわ。戦の腕も心根も叩き直さにも弱るばかり。申し訳ございませぬ。愛の武士になったな。もう容赦はしない。戦にやりすぎなんていうもんはないんだね。はい、わしが見ておるぞ。承知つかまつった。おど、あれ、雨の車輪番よ。この雪村、一生の不覚、申し訳ございません。お役立つ様、まったく相変わらず前しか見てないんだから。大将は、ま、尻拭いも俺様のお仕事だってね。しかしわざわざこんな大一番に乱入するなんてさ、オタクも本当物好きだね。さて、それじゃあ始めますかね。俺様にしかできない大切なお仕事ってやつですか。あんたは別の未来の大将なんだ。願わくばそうなってほしくはないけどね。そう願うのなら、せいぜい命にすがりつける。誰か一人の欠落だけで人はたやすく私となる。ちょっと、お前、無敵の名を言ってみろ。そう、魔王へ金継ぐだ。わしは見定めねば。サワンの期待を裏切るな。友よ、合わせるぞ。なんだろ、この狂乱の行く末をの、岩手の足に思い馳せる。あるいは背を向ける。その違いこそがお主と雪村の差じゃ。様ごとき秀吉様と同様の物言いよう。なぜだ。過去を慈しむことの何がいけないんだ。戦流れが良くねえからこそ
槍の振るいがいがあるってもんだ。わし、あれ、おいと雨の車輪盤よ。